はい、どうも、クッポンでございます。暗号通貨ね、非常にいいですね。コインテルですね、えー。こちらの記事を引用させていただいてるんですけども、本当いつもありがとうございます。でですね、この暗号通貨をね、えー、円換算にしたものっていうのは非常に便利で、えー、本当ありがとうございますですね。で、はい、行きましょう。BTC がですね、まず若干の上昇。 というところでのイーサリアムがあ、まあ、2%弱と24時間対比ね。で、リップルちゃんがこれ18.91なんですけども、これは上がり始めたのはあコインベースですかね。取り扱いがうんちゃらっていうことで、えー、お話でそこから上がってるようです。で、これはもう昼、過ぎかな上がったの、昼かね。 まあまあ,あ、昼くらいから急騰してとていうね、えー、形であると思います、これね。えー、っと、せっかくなんで見ましょう。今、BTC のチャートを覗いてるんですけども、これをですね、リップルちゃんにしまして、えー、これも本当ね、無料で使えるツールとしてはですね、相当、 使いやすいというか、うん、素晴らしいですよね。えー、でこのリップルちゃんというのは、まあ、このページ上ではそんなにね、これリップルビットコインなんで、えーまあ、ビットコイン対イーサレバとかね、ビットコイン対ウンチャラとかね、えー、リップルとかね、えー、っていう表示しかここはないと。ただ今、今、まあ、これ、買いというふうにテクニカルが振ってて、 えーまあ、この先ですね、ここを超えてきたんでね、6月の上げっていうのを超えてきたんで、まあまあ面白いんじゃないでしょうかね、これからね。えー、まあ、ここ、まあ、この辺にだいたい並んでると、6月6日っていうところでだいたい並んでるので、えー、この前の上、ね、げよりは、キウトはキウですよね。うんでまあ この辺までね、えー、行ってしまえば面白いんですけど、まあ、ここから、1桁までは、ああ、変わらないけども、まあ、2倍、2.2、3倍か、あになってしまえばね、私も、まあ、今度は少しね、儲かるんじゃないかなって、まあ、言ってもそんな、儲かり方はしないんだけども、 あまあ、練習がてらとしてはねいい、いい話なんじゃないですかね。えーはい、でございます。でですね、まあ、こちらあ、明るいニュースですね。えー、Google があ、まあ、仮想通貨系広告を解禁と、日米の許可取引所限定というところになるんですけども、だから、あコインチェック財布、これ、フォーブスさんね、記事引用させていただいてます。 えー、コインチェック、財布、ビットフライヤーか。まあ、この辺。で、まあ、財布はね、今、叩かれてるんでしょうから、あコインチェック、今ね、ワンチャンですよね、今ね。で、三大取引所の他にも、このビットポイントみたいのもありますね。これ、あ、私、ビットポイントね、3000分の BTC 入ってると思うので、これ、見てみてくださいね。ビットポイントを解説した、過去に解説した方って、3000入ってると思うんで、 でそれ私、バリューに飛ばしてね、えー、なんか買いましょう、またね、えー、前向きな投資いしましょう。でですね、えー、のー話を戻しますよとお。で、グ、えーグルは仮想通貨に絡む広告の全面禁止を措置を撤廃と、CNBC の報道によると、グーグルは18年10月から日本と米国において、まあ、来月ですよ、あと来月といっても 5, 5日かな。 31日まで、9月は31日まで、30日までですよね。ということは、6、7、8、9、10なので5日ですよね。今日含めて5日とおですね。で、これ解禁になると。仮想通貨関連の詐欺被害の頻発を。頻 金髪を受けかなあ、o g l e はなんか読み方違うような気がする、えー。今年6月に仮想通貨の広告の全面禁止がポリシーを投入していたと。その禁止措置の解除は、Google が世界の規制当局、特に米国や日本の取り組みに一定の許可を与えたものと見られる。ただし、ICO やウォレット、広告は今後も引き続き禁止。 ICO はいいでしょうね。えー、だからまあ、取引上のチラシが入ってくるっていうことなんで、まあ、いいんじゃないですか。あビットコインの専門家は、ピッツバーク大学教授の、おなんだこれ。チェ、チェリスっていうのかなチェ、チェリスかなあー、うんちは、ああこれはビットコインやイーサリアムなどの主要仮想通貨にとって前向きなニュースと述べた。 ビットコインは新たな形の通貨としてさまざまな利用ケースを生み出されている。Google や Facebook らが悪質な仮想通貨絡みの広告は排除することが必要だが、あことは必要だがあ単純に全ての広告は禁止するというのは間違っていたと言っています。ここ数ヶ月の間、世界の大手銀行や金融サービス企業がビットコイン関連のクロッ タクトの立ち上げを進めており、そこには米国のゴールドマン・サックスも含める。Google の今回の決定はそれらの大企業にとって老後と言える。Google はあ導入した当時、それが解除される可能性は完全に否定しなかった。彼らは特別な注意、仮想通貨に向けていると述べた。まあなんだろうなここもね 仮想通貨の未来がどうなのかわからないし、しかし、これまでに多くの人々が被害に遭ったことを考えて、この分野に対しては特別なあ注意が必要だと。Google の、なんだ、そう、もういや、もうね、こういうの、や,や,やばいっすよね、本当に。えー、今年3月の CNBC の取材で述べていたとこういうところですね、えー。ビットポイントね、3000、えー、部入ってると思うので、えー、覗いてみてください。 はい、えー。でございます。でですね、ちょっとね、ここの記事もね、ちょっとね、えー、せっかくフォーブスさんに載っかってたので、えー、これ暗号通貨ではないんですけども、ちょっとお話をしたいんですよ。あのー、ほら、上がる上がらないっていう話ではなくて、あのー、うーんとね、 えー、ガンホーさんが今、妖怪ウォッチワールドかなんか、これ余談ですけど、出してるんですよ。で、今月実装されて、私もインストールして、ちょこっと覗いてみたんですけども、まあ課金もね、高校生までが月々2万円まで課金できて、えー、っていうところなので、もしかしたらっていうね、えー、まあ、期待だけね、してるだけなんですけども、 おっていうのも、ポケモン GO の売上上あが20億ドル突破なんですよ。歴代3位の速さで達成と。で、これ20億ドルいくらって、9月25日の時点で、ポケモン GO の累計売上が20億ドル、2260億円を突破したと、レポート発表。だからね、廃れてると思われてる方がいらっしゃると思うんですけども、意外、意外ね。 めっちゃやってるんですよ。で、私、たまにですよ、1ヶ月、2ヶ月にいっぺんくらい、いまあ、ここ地方から、いわゆる都会みたいなところに出,出てくるときがあるんですけども、で、その一緒にポケモン GO をするね、えー、人の中で、えー、割とほら、波長が合う方ってやっぱりいるじゃないですか、人間って。で、その方の一人で、えー、戦々、 もっと前かあ。ここ1週間のうちに、ね、1回歩いてきたんですけども、あのー、今月2万円課金したって言ってたかな。2万円ですよ。うん。で、2万円ですよ。うん。ね。えー、で、課金したっていうことなので,で、今月はですね、ポケモンはミュウツーがまずー通常レイドに実装されて、ここ1週間ぐらい経ったのかな。 あとは、付加装置から生まれるもの。付加装置って、要はポケモンを卵からね、えー、返すんですけども、その負荷装置に卵を入れないと返さないんですよ。で、それを、例えば時間軸をタイムスリップさせることによって歩、歩いて不可させるんですよ。負荷装置に入れてね。で、それを一気に、もう何個何個もやることが可能でね、負荷装置いっぱい持ってると。 で、それで課金をどうやらしてると。で、えー、それはなんで、負荷装置いっぱい買わなきゃなのかっていうとお、なんだっけな、あの、フレンドっていう、もう、ポケモンのね、ネット上で、ポケモン GO をやってるフレンドっていうのをいっぱい作る、200人上限で作れるんですけどもお、それを作って、そのギフトっていうやつのやり取りをするんですよ。スポットっていうところをくる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 回すと、 カプセルだとか、あ回復剤みたいなのとか、あとはあそのギフトっていうのがあ上限何個か持てるんですけども、10個持てるんですけども、で、それをプレゼントとして送ると。で、その中に卵はね、限定的な卵が入ってるんですけども、それが面白くて、私が例えば送るとすると、静岡県何々っていうところで取ったあ、まあ、ギフトから、 あの卵だよっていう相手側にギフトを送った側にね、行った時に表示されるんですよ。で、それを付加させると、距離みたいなのは稼げて、確かなんだっけな、10万キロじゃなく10万キロじゃなくて、1万キロだったかななんかそれで特殊なポケモンがもらえたりとか、10万キロでえなんか特殊なやっぱりそういうのがもらえたりとかね、その距離。 例えば、ここからブラジルの人とポケモン GO をやってる人とやり取りをすれば、まあ、地球の反対側なんで、すごい距離が稼げるじゃないですか。でそういったことを何とかやってると、そういうふうになるんですけども、そういったもので課金をしたらしいんですよ。で、まあ、ミュウツーとその負荷装置をいっぱい、あので、買うことによって2万円とかいったらしいんですけども、どうやらその方だけではないんですよね。そのレイドバトルを、レイドバトルっていうのは人間、 がね、ポケモン GO をやってる人たちいっぱい集めて、1体の大きなポケモンをやっつけて、でそれを要はカプセルで、ね、取るゲームに入るんですけども、それで取った取れないっていうのは当然あるんですけど、でそれをやるのにです、ねまあ、課金しないと回れないんですよ、毎日毎日やってる人たちっていうのは。で、多分その毎日毎日やってる方っていうのは、1万円から あまあ、2万円、3万円くらいは、課金してるんじゃないかなと思うんですよ。毎月ね。うん。っていうのを考えると、この数字が上がる理由っていうのが、なんとなくは分かるんですよ。2260億円で。2年とお、ちょうど2ヶ月ぐらいですね、実装さして。7、7からなんで、8、9なので、そうですね。2年と2ヶ月。2016年実装なんで、7月22日にね、実装なので、えー、それで、 えー、要はそういうことになってると。で、えー、話がだいぶ、ねえー、回ったんで、ま、回り道しちゃうんですけどもあの、ガンホーが妖怪ウォッチで、要はポケモンみたいな1ゲームです、1ゲーム。うー1は歩いて何かをするとかね、歩いてキャラを、敵を見つけて戦うとか、で、えー、戦った敵が味方になるとか、そういうものを実装しちゃうんですよ。で、えー、ガンホーの株価っていうのがめっちゃ低いんですよ。 1>, 1株あたり200今今日の、ね、終わり値で240円待ってると思うんですけども230何円かだと思うんですけどでそれが100株なんで2万4000円くらいで、えーまあ、1単元買えるわけですね 100, 100株区切りなんで,でなので、えー、まあまあ人によってはね、ツイッター、Twitter、とかでは話がしてたりとかってのをしてるんですねで なぜそれが熱いのっていうとここにあるポケモン GO で2年2ヶ月で2260億円を上げたんであれば元宝、要はあのー、孫正義の弟ですね、えー、孫大蔵氏が経営されてる元宝がこれを実装されてるから妖怪ウォッチワールドかなーっていうのを実装してるのでこれにね、えー するぐらいまたはこれ以下であっても、半分であっても、お2年ちょっとで、えー、1000億以上を売り上げるということを考えると、とんでもないパフォーマンスを生むと、おもちろんパとんでもないパフォーマンスを生むっていうのが分かった時点、数字がどっかである時点で株価っていうのは上がってきますので、えー、それもとっぺ押しもなくね、上がると思います。だここに書いてあるポケモンね、付加装置だとかね、プレミアムレイドパスっていうのが、大体ここで課金なんですよ。 うん、見てるっていうか、まあ、こういう考えるとかあかるんですけども、やって、やってればね。はい。っていうところで、この、まあ、これに付随したもので、ポケモン GO っていうのは面白い。あ、ポケモン GO じゃなくて、妖怪ウォッチワールドとかな、ね。っていうのが面白いんじゃないかなと思っております。で、なんか、限定バリューでね、ちょっと出た、出ちゃったんですけども。えっ、ー、とー、まあ、コレクションの方に一旦戻して、 っていうところでですね、あのー、バリューは今回、新規のものはないです。はい。で、えっ、ー、とー、また、またまた余談なんですけども、これ短めに行くんですけど、どうやら私、バリューのね、えー、この中では、私、ADSD だっていう、えー、アスペルガーだっていう話をしてたんですけど、YouTube の中では、どうやら本当っぽいんですよ。 ADHD、これは間違いないと。ほぼね、1回の審査で見たら、どうやら間違いないんですよ。なので、えー、とそれはですね、一応ご、ご報告はしとくと。あその臨床心,心理士がね、私に言ったことがあるんですけども、まあ、それ、大体そういう方向性、まあ、可能性っていうのは非常に高いと。 で、高いんですけども、それを数値化したものを外部には出さない方がいいんじゃないかっていう話をしたんですよね。えー、例えば、あまあ、数値はね、言わない方がいい,い,いっていうとこなんですけども、私があ、まあ、強い部分っていうのは言語理解力っていうのと、情報あ、違う、処理速度っていうのが、 で言語理解力っていうのはあ言葉の理解力や表現力なんですけども、あとは処理速度っていうのは単純作業のスピードや手先の器用さなんですよ。これ私実感してるんですよね。両方とも。うん、だから言語で本当にこうやりとりをしようと思えれば、あ論破というか、あなんていうのかな、相手を言いくるめることっていうのはもう何でも大体できるんですよ。うん、正直ね。 はい、で、あと、なんだろうな、これはまあ、えっ、ー、と、CAARS っていう、なんていうのかなうーん、このチェックをするカテゴリーの中に、不注意だとか、記憶の問題っていうのが、これ、めっちゃ振り分けが高い方で、そっちの方に寄ってると、まあ、ADSD 寄りだっていう、アスペルガー寄りだっていうのと、あとは多動性って落ち着 月のなさっていうのも、やっぱりこれ、了承の頃からあ通信簿に書かれてた通りなんですけども、やっぱりそっち寄りに寄ってると。で、衝動性や情緒不安定っていうのも、おすごいそっちの方に寄ってるっていうね、えー、いうことなんですよ。あと、D がある自己概念の問題っていうのは、あの、あいわゆる自信っていう話ですよね。自、え、信、ー、があるなしかって、まあ、自信は私の中で、 え、いつも言ってるね。自分に嘘をついてきたか、自分に嘘をつかなかったかの差だ、差だと思ってるんで、で、ここは、まあ、常人。常人というか、多分日本人だと、えー、のー、これね、逆に触れるんじゃないかなと思ってるんですよ。要するに、自信のなさ、ない、みんな自信持ってないっていうふうに振られるんだけども、私の場合は、あゼロっていうところです。はい。 これは数字で言っても構わないと思うんですけども、えー、で、えー、すごく、まあこれ、担当医というかが、が、方が言ってくれたことっていうのは、えー、っと、うん。でね、この不,不注意や多動性、検査では不注意や多動性について日常生活において問題があるようですが、 家族や同僚など、第三者から情報を多く集めることと、ご自身のこと、聴所や短所を理解するのに役立つと思います。まあ、大体これあの、書かれてることっていうのは、自分自身でも理解をしてるんですね。理解をしてるんですよ。まあ、例えばですよ。あのー、これ。ツイートで結構こういうことってやっちゃうんですけども、えー これね、えー、これなんかそうで、これ、ピカチュウね、サンタさんじゃないんだけどあ、サンタさんじゃない、ハロウィンじゃないのに、ハロウィンのピカチュウとかね、でもこれ夏バージョンのピカチュウなんですよ。だからそういうツイートをしてみたりとか、えーっと、あとは、うん。 で、これ、訂正。まあ、まあ、訂正するのはいいと思うんだけども、だこういうのがね、ちょいちょいあるわけですよ。うん。えー、なので、やっぱり自分の、だからこれとかは言葉たた足らないと思うんだよね。叩いてしつけるっていうものにリツイートして、でうちのばあちゃんは尻を叩けていて、頭は大事なところだから尻を叩いちゃいけないよって。 えでも、お尻っていうのは尻,も尻餅をついてもいいところで丈夫だと思っていい、まあ、言ってたんですよ、彼女がね、ばあちゃんが。あっていう意味からっていう、今、言語化したものを発生して、えー、なんていうのかな、補填して言えば伝わると思うんですけども、うちのばあちゃんはお尻たたけって言ってた、頭は大事なところ、お尻は尻餅をついて良いところ、だから大丈夫だと思ってるって意味から。 でなかなかこれで、えーのー、一回ね、パッと読んで、理解、スッと入っていくのかって言ったら、言葉が足りなすぎて、分、えー、かんないと思うんですよ。うん、こういったとことかね。うん、だから、あのー、結構ね、こういうことが多く判明してるってことで、えー、一応ね、えー、肉付けとして、と、私はお酒の方飲むんですけども、 これからですね、YouTube ライブ、まあ、これについてっていうか、ただ世の中どれぐらいいるのかなと。で、もちろんこの YouTube ライブっていうことをメインではやるんだけども、その後に動画って残るじゃないですか。で、残った後に、ADSD っていう、HD ね、今間違ったょまた、あのー、こういったことなんですよ。 ADHD っていうのは、どれだけの人がいるかどうかっていうのがすごく気になり始めました。なので、これについて、もちろんあの引きこもりの見解とか暗号通貨の見解、今回リップルめっちゃ上がってるし、そういうことに対してお話をしていただけるのは、ま、ず全然構いません。基本、雑談っていう大きなカテゴリーの中の AD ADHD ね。 えっていうアスペルガーとかあーっていうところのカテゴリーの中でね、もうちょっとこう、おこのね、えー、今日数値化出たっていうか、文書化したものもあるので、これをお話ししたい。で、えー、多分う皆様の周りにも結構いらっしゃると思うんですね。いらっしゃると思うので、えー、まあこういった方、本当にいるなっていうもので、えー、なんていうのかな、なんかこう、お どうしてるのかあ、なんていうのかな、アスペルガだとか、H、ADHD にこうお接している方はどうしてるのかっていうところをちょっとね、お話を伺いたいというところなんですよ。であ,あとこれ、これも話さなかったね、今。まあ、これも本当ね、そういうところなのかなと思うんですけども、このおどっかの間に、あポケモンのね、えー、名前っていうのかな、アンノーンっていうね、 えー、ツイート、アイノーンってツイートしてたりとか、だから、まあ私がですね、これ、ポケマフィっというね、記事をお、えー、引用させていただいてるんです,ですけども、あのー、こういうことが非常に多いんです。で、日常生活に対して、こんだけね、ブン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 振り回ってるというか、周りのことは振り回されちゃうと思うんですよ。こういった方、あ私みたいな人がいるとね。 なので、ちょっとね、それに対しての、こう、どうやった付き合い方をしてんのとかね、えー、まあ、お話ができたらと思っております。ね、えー、参加者、あまあ、代々募集でございますんで、まあ、本人、アスペルガーかもとかね、ADSD かもとかいう方も、ぜひぜひ入ってみてください。で、これが動画アップして、ちょっと経ったあたりなんで、まあ、おそらく9時、 次あたりにライブをあの配信をして、まあ、遅くとも23時にね、えー、ショートしようかなと思っておりますので、よろしくどうぞお願いします。すぐ配信しちゃうかもなんですけども、よろしくどうぞお願いします。また、それでね動画内で肉付けをしてねお話を盛り上げていこうかなと思ってますので、どうぞどうぞ参加してみてください。まあ、今回面白いと思います。結構周りにいると思うんで、 えっと、覗いてみてください。では、バイバイ。まあ、録画放送でもね、構いませんので、どうぞどうぞ、見てみてください。